運んできました。ストークでーす。一区画全部やってみましょう。しんちゃん。さすが白。白名犬だからね。お、あげお先生、おっす。メス。ねえしんちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。お、しんちゃんのパパとママ喧嘩する？ドキドキする。どっちが勝つの？母ちゃん、父ちゃんはいつも謝ってる。なるほど。ねもねも、しんちゃんちはママの方が強いと。しんのすけ、何を言っているのよ。今のは嘘ですよ。嘘。うちは喧嘩なんかしませんから。はあはあ。さあ、こっちに来なさい。おお。メモメモ。やはりしんちゃんちはママが最強。さすが最強や。29歳ミサエ。勉強になるな。で次のゲームは？野原一家さん、風船割りバトルだぞにチャレンジだ。技術やろミサエ。間違いない。さて最強チーム野原一家、このゲームで何ポイント稼げるのか。それではゲームスタート。やっていきましょう。風船割りバトルだぞ。オラのおすすめな遊び方だぞ。風船横に持って両手でしっかり持ってる。はいはい。よく読んで遊んでね。あ、上下に振る。あら任せろ。はい、お願いします。2、1、スタート。え？あ、いっぱい割れるの？ほらー、嘘、嘘、開けとる、開けとる。大人と子供おかしいで、やっぱしんちゃん特別ないよ、ごめんさん。10個いかんわ。70点に取ったよ。ズドン。シーゾー先生の写真しんどい。投げ色玉入れね。野原さん、私ですよ、園長です。失礼しました、顔が怖かったもんで。いい加減慣れてくださいね。こんな顔してますが、双葉幼稚園の園長なんですから。はい。よっ、ふみちゃん。あんなでっかい風船割れたら細かい破れるだろう。あれは中にイヤホンじゃねえわ、なんかあの耳栓しとる。園長です。しんのすけくん、次は私たちとゲームで対戦ですね。うら、負けないぞ。お手柔らかに頼みますね。おーい。こちらこそよろしくお願いします。いい勝負をしましょうね。ではまた。野原一家さん、投げろ玉入れ勝負だぞにチャレンジだ。さて最強チーム野原一家、このゲームで何ポイント稼げるのか。組長先生はね、多分ね、もう常連だと思うよ、警察は。うん。それではゲームスタート。エリ君消耗してきましたね。投げろ玉入れ勝負だぞ。はい、キャリーちゃんこんにちは。おすすめの遊び方だ。今日はクレヨンしんちゃん最強キング、最強数カス壁キング Wii やってます。めっちゃハードですね。いくよ。落ちてたの救うように落とすと。よいしょ。素早く手を下ろせ。おおお、いくよ。掘って。よいしょ。
あ、こうね、こうね、はいはい。オッケーオッケー、任せろ。ほい、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 わかったんか？これ負けとる気がする。あのね、これね、距離が近いよね。あの反則じゃないわ、あのセンサーとのね。全然ダメやんけ。参加権ない。うわ、しんどい、しんどい。参加権取れ。きついよ。あ、きついというか、スペースが限られとる上にセンサーがうまく反応してくれないっていうダブルコンボでしんどい。やっぱりね、さっきそこで拾ったのよ。誰か参加者の人に出会ったらあげようと思っていたからちょうどよかったわ。はい、しんちゃんにあげる。ありがとう、ななこお姉さん。よっしゃ、参加券。じゃあ、頑張ってね。よし、二つ目、参加券。参加券、見つかりませんな。参加券を探すのだけでも結構苦労するよな。そうね。あ、四郎じゃねえかよ。ほら、四郎くん。皆さん一緒で何をしてるんです？あの、東大受験に四郎している人ですね。東大？何大学受験だった。最強キングステーションの参加券を探してて。そうだ、ちょうどいい。四郎くん、ちょっと手伝ってくれないか？ダメですよ。僕バイトに行く途中なんですから。ちょっとぐらいいいじゃないか。なあ、手伝ってくれよ。ねえ、お願い。勘弁してくださいよ。久しぶりに見たわ、この四郎くん。なんだよ、冷たいやつだな。またご飯を食べさせてあげるから、ね。おお、妖怪気付け帳ババにしては気前のいい話ですな。余計なことは言わないの。ご飯にお呼ばれするのは魅力的ですね。じゃあちょっとだけ手伝いますよ。やったー。あ、ありました。これでしょう、参加券って。お、でかしたぞ四郎くん。ありがとう四郎くん。悪かったな、時間取っちまって。いえ、まだギリギリバイトには間に合いますから。それより今度ごちそうしてくださいね。ああ、任せとけ。でもお給料日の後にね。家庭のジョージってやつですね。ジョージです、ジョージです。それを言うなら家庭の事情よ。どうとも言う。世の使えるな。あ、じゃあ僕は行きます。ゲーム頑張ってくださいね。